はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀山小屋です。はい、今日も早速練習見ていきましょう。今日もね、体の部分を、心技体の体の部分を、高めるのに振り切った練習ですね。今日は結局やったことは、12個の技の演技ですね。それを2本かな、ぐらいやって、その他にもまあいろいろと、やるといろいろってなんだよっていうことかもしれないですけれども、まあ基本的にはね、かなり大事だっていうところはこの2本かなをやりました。今これ1本目ですね。12儀、だいたいまあ普段の演技、ここからだいたい折りをやっておしまいなんですけれども、ここから前移動を挟んで、前移動いけないですね。ここでもうね、腕パンパンなんですよ。もう本当に、なんていうんですかね、もう腕が棒になるというか、ずっと立ってると足が棒になるみたいな表現するじゃないですか。アンバは回りすぎると腕が棒になります。どうでもいいか。とにかくね、もうほら、右腕がもう棒で全く動いてないんですよね。本当はもっと大きく動かしたいんですけれども、大きく動かす体力がないと。まあでもね、ここまで絞り出すっていう練習を今日はしましたね。大体1分ちょっとぐらい体を動かしてるので、自分の演技は大体47秒から50秒ぐらいなので、まあ、だいぶ長いこと体を動かしてることになりますね。で、これ2本目かな。ショーン、ブスナリ、そんな、丁寧。なんかね、最近ね、体重いなと思いますね、その練習を見ていて。昨日ちょっといい休みだったんで、いい機会だなと思って、練習、今最近の練習とちょっと良かった時の練習を見比べてみたんですよ。そしたら、まあ、体が重そうだなっていうことを感じました。重いなってことと、体のキレがあんまりないなってことと、その2つかな。まあ、あと体感値的にはこうスタミナがないなっていう、まあだからこそ今スタミナの練習してるんですけれども、まあそういうのが足りないなと思って、だからまあ、じゃあどういう風にしたらいいんだろうっていうことを考えた時に、体のキレを作るために、鉄棒のコールマンとか、床のロンダート2回半ひねりとか、まあ、走ってて2回半ひねりするとか、まあそういうことで、体の最大出力ですね、もうポンっていう、キンっていう、もう一気にこう最大マックスの力を加えるトレーニング、跳馬とかそうですよね、思い切って走って思い切って飛ぶみたいな、そういう練習をすることによって体のキレをもう一回作ろうと。調子いい時やってたんですけど、まあ、3月に足の指を骨折してから、まあ、危ないことやるのやめようっていうことになったんですけれども、まあ、行き切った考え方的に、いやもうそんなんでビビってんだったらもうやめちまえっていう、まあ、そういう、気持ちのもとですね、まあ、久々にコールマンとかやってみたわけですよ。めっちゃ怖かったけど、まあ、こう気持ちがこう先に行ってれば、まあ別に問題ないかなっていう感じでした。思ったより、ね、大丈夫でしたね。まあ、毎日やるとね、やっぱりさすがに危険なことはあると思うので、リスクあると思うので、まあ注意はしますけれども、ね、ビビってるぐらいだったらやめちまえっていうね気持ちで、体のキレを作っていきたいなと思いますね。あとは、まあ、スタミナ的なところの、そのサーキットトレーニングと言われる、その心拍数を高めながら複合的な、例えば腕立て伏せやって走って、でもう一回ジャンプして、もう一回走ってとか、まあ、そういう複合的なトレーニングすることによって、体の、連動性とか、まあ、体幹とか、スタミナを獲得するっていうトレーニングをね、まあ、やってたんですけども、まあ、ちょっと最近ねこう意味を失っていてやれない時期があったので、まあ、今日からまた始めて、だから最大出力トレーニングと、サーキットトレーニング、それからあん馬のねスタミナ的なトレーニングとか、まあ、十分にね体を動かしてみました。だからもう今日はヘトヘトですね。まあでも、こういう練習が大事だと思う。最後もう全然押せてなくて、あん馬もできてないですけど、まあ最近はねここで、もう押せてないからやめた方がいいっていうことになったんですけど、いや違う、押せなくなってからが勝負だと。押せなくなってそれでも動かそうとすることによって大事な時に動いてくるんだっていうぐらいの気持ちで、今日は練習に臨みましたね。まあだからいいんじゃないかな。まあ動画の時間もなんか最近やっぱり練習が本気でやってると思ってたけど、かけれてなかったのかもしれない。動画も2倍近くなってますからね、結局イコール練習時間も2倍になってるってことですから、まあ2倍以上か。これの他にもいろいろやってますから、
練習できてなかっただけなのかなと、まあ、あと考え方的に、まあ、調子良かった時にできなかったことが今もうできてたことが今できなくなってるわけですから、調子良かった時にできてたことをしっかりできるようにすると、まあ、そこにねちょっとね不安とかビビリとか入ってましたね。あの怪我とかね、いや本当に怪我をすると1ヶ月ぐらい練習ストップしちゃうのでちょっと怖いなと思ってやめてたんですけれど、ダメですね、やっぱ行かないと、ビビってるぐらいだったらやめちまえという気持ちで、まあ、今日も練習頑張りました。明日も頑張ります。はい、お疲れ様でした。以前の動画、まあ、調子良かった時の動画と今の動画をこう比べて、まあ、昨日休みだったのでね、ちょっと見てみたんですけれども、最近の動きちょっと重いなと、まあ、キレもないなとか、まあ、そんなことを、ね、感じながら、昨日一日過ごしたんですけれども、まあ、だから重い体を次は軽くしたりとか、まあ、キレを増したりとか、あと、酸素をちゃんと含んだ筋肉、まあ、スタミナのある体とか、まあ、確かな技術とか、まあ、そういうことを確実に得るっていう、方向にシフトチェンジして、まあ、練習を行っていきたいなと思いましたね。でも、まあ、なんか過去からもいろんなものを引っ張り出してきて、まあ、過去だけ見ちゃいけないんですけども、でも過去良かったことをいろいろノートいっぱい取ってるんで、まあ、ノートからねこう、まあ、引きずり出してきてですね、練習をするというような、感じになるかなと思います。まあ、今日その1日目、やってみました。まあ、またこれから新たな発見ももちろんあると思うんですけれども、まあ、良かったことはね、習って忘れてしまってるっていうこともね結構あると思うので、また、まあ、思い出しながら、さらに進化させていきたいなと思います。じゃあ今日もお疲れでした。